決定しましたね。じゃあ来月、あ、来月出るってことで、はい、来月ね。本当ね。もう言ってしまったから、ね。うん、女子は OK です。大丈夫です。大丈夫。で、知花園子のハピスマアフタヌーン。時計の針は12時を回りました。 FM 小僧機の皆さん、こんにちは。さあ、金曜日、待ちに待った金曜日、私だけでしょうかね。なんだかこの週末が来ると、働いてる方、学校行ってる方、それぞれね、やっと休みが来るなと思ってる、この昼下がりではないでしょうか。今日の夜の皆さんのご予定いかがでしょうかね。やっぱり花金なんでしょうかね。楽しいね。私今日予定がすごい楽しみな予定があるので、朝からワクワクしてるんですけどもね。さあ、それは置いていてね。さあ、今週もいろいろと事件やね、情報などもありましたけども、まあ、週末はね、今度沖縄市においては東部祭りが行われるということなんですけども、先週も週末いろんな自治体でこうお祭りがあったような気がします。沖縄は真夏は暑いから、この秋口からね、お祭りが頻繁に行われる、そんなイメージがあるわけなんですが、私が住んでいる地元の読谷村もこの土日で読谷祭りを開催するんですよね。なので、どこに行ってもなんかね、祭りの雰囲気が漂ってて、あのエイサーとはまたちょっと違ってね、こうなんて言ったらいいんだろうな、食べ歩き祭りみたいな。そんな感じがします。私常に食べることしか考えてないのかな。まあいいや、はい。でもね、週末も皆さんがね、楽しく過ごせるように願っております。さあ、気になるお天気なんですけども、まあ本日はね、沖縄地方、高気圧に覆われて晴れているということなんですが、本島中南部地方、晴れ、昼過ぎから夕方にかけては曇りとなっています。ちょっと雲が多くなってくるかもしれませんが、あの洗濯物が午前中で私乾いてましたね。程よい風も吹いてね、あのすぐに乾いてしまいました。この後の降水確率大丈夫そうですね。 10% から 20% の予報が出ています。日中の最高気温はまだまだ暑い、31度です。うん、暑いね。風が北西の風、波の高さ 1.5 メートルとなっています。まあ、沖縄地方は、ね、高気圧に覆われておおむね晴れていますが、まあ、沿岸の海域では29日明日昼前から波が高くなる見込みとなっています。まあ、船舶ご利用の方、またレジャーを、ね、海のレジャーを楽しむ方はそちらにも注意いただければいいなと思いますね。そして気になる週末の天気なんですが、土曜日は曇り時々晴れとなっておりまして、降水確率は 20% から 30%、 そして日曜日、30日の日曜日は、晴れ時々曇りとなって降水確率は 20%、 どちらとも最高気温が28度の予想となっていますね。今日より若干過ごしやすくなるかもしれません。まあ、一部情報によりますと、土曜日はちょっと雨が降りそうなんていうのもね、あの全国のテレビでは言ってた気がするんですが、まあ、この週末もなんだか穏やかな天気で祭り日和となりそうですね。お出かけになって、また来週にでもたくさんね、こんなとこ行ったよ、あんなとこ行ったよっていうメールをいただけると嬉しいなと思っています。以上、本日のお天気でした。さあ、昼ラジ、この番組では毎週週替わりでリスナープレゼント用意してるんですが、なんと今月から新しいね、メンバーが入っていただいて、リスナープレゼントもリニューアルしてね、今週新しいもの来てるの、もう FM 小座聞いてる方はご存知でしょうね。さあ、今週昼ラジのリスナープレゼントは、沖縄市にあります沖縄グランメールリゾートドレスダイナーのランチ券を一組様ご用意しております。ここめちゃくちゃ美味しいからね、本当に。あの種類が豊富で、
何を食べていいか悩むという、私個人的にはね、あの行かれた方大体そうだと思いますね。全部は食べきれないぐらいのたくさんのメニューがあるんですね。豊富なメニューに沖縄もちょっと感じさせる贅沢なバイキングが目いっぱい楽しめる、そういうねレストランでございます。ドレスダイナーランチ券一組様ご用意しております。ご希望の方はメールでお送りください。件名に昼ラジリスナープレゼントと書いて、本文にはお名前ご連絡先を必ず書いてください。当選した際ねご連絡できませんからね、よろしくお願いします。また、まあ、メールなのでよければ番組へのご意見ご感想も添えていただけるとデージ嬉しいなと思っていますので、よろしくお願いします。さあメールアドレスなんですが紹介しますよ。ひるらじ12 @gmail.com、 ひるらじ12 @gmail.com となっています。締め切りはなんと今週いっぱいでございますので、あと土日しかないですね。金土日しかございません。送り忘れた方必ず送ってください。ラジオ聞いたもん勝ちですからね、たくさんのご応募お待ちしております。当選者は来週のこの時間ひるらじ内で発表しますので、まあ来週月曜日からワクワクして聞いててくださいね。なお当選された方はスタジオに取りに来ていただくか、着払いで郵送可能の方とさせていただきます。あらかじめご了承ください。さあ今週のリスナープレゼント、沖縄グランメールのドレスダイナーのランチペア券一組様でございます。また行きたいね。私もね最近沖縄市で遊んでないなというのが正直あるんですけどもね、あの行って感想とかあると嬉しいな。以前ねこの番組にも出てもらった時にも確かあの時はディナーだった記憶があるんですよね。当選された方は行かれたでしょうか。なんか感想とかあると嬉しいなーなんて思いますけどもね、よろしくお願いいたします。さあそしてこのラジオ、地上波でも電波はビンビンに飛ばしてますが、インターネットでユーストリームツイキャスという動画配信サイトを使って、まあ、この情報をお届けしております。電波が届きにくいところの方々にはインターネット、ね、接続可能の地域であれば、ご覧いただけます。 FM 小里を検索してください。よろしくお願いいたします。さあね、ツイキャスのコメントいくつか来てるんですよ。 FM 講座リスちゃんも来てますね。あれその子さんってまだ元気に生きております。死んだかって書かれてますが生きてるよそしてイミチャージさんです。その子さんこんにちは。首は長く足は短く姿勢を正しお待ちしておりましたということで、どこで聞いてるんでしょうね。また職場のトイレでこっそり聞いてるんでしょうかありがとうございます。FM ギノワのツイキャスはねちょっと今電波状況があまりよろしくなくて、何度か落ちたり、まあ、立ち上げたりはしてるんですけども、ちょっと状況が悪いので申し訳ありません。三毛猫好きの、あごめんなさい、野の花の議員さんだったかな、どなたかが入ってたんですけども今ちょっと止まっております。申し訳ございません、まあ、この後 FM 小座で検索して見ていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ早速本日のオープニングナンバー参りましょう。ちょっと流れがいいですね。 B.O.B. の Nothing on You。次のお話かもしれないですけど、試食ってありですか。食べていただきたいなと思っていて、はい、でちょっと間にクリスマスケーキは間に合えば、やったー。クリスマスケーキはパティシエさんが、うちのパティシエが作りますんで、と一口食べていただいてわーって言っていただければあもう全部食べていただいて構わないんですけどっていうところを毎回毎回何かしら持ってこれたらなと思って、嘘勝手に思ってますけど。
っていうのを、はい、嬉しい。でも確かに映像もあるので、そう、そうなんですよ、映像もあるので、はい、あ、ぜひぜひ。やった一緒に食べるんですよ、はい、はい、そうそうそう、こういう説明をしてくれて、はい、本当だみたいな、はい、いいですね。あの、食べれるラジオじゃないですけども、うん、っていうのをやりたいなと思っていて、あ、さっきちょっと話してたんですよ。あ、そうなんだ、はい、せっかくだったらね、スタッフ全然、はい、全然食べていただいて構わないので。そんな意見を言える番組いいですね、うん、あ、いいね、すごいすごい、やったーやったー食べていただきたいです、うんうん、はい。他にやってるんですか、どっかと食べれるっていうのは。うんとね、たまに本当に、マリオットさんがケーキはたまに本当に持ってきて、もちろんそう、知る中では食べないです、外で食べて、うん、味をしてからのここで感想という感じです。でもここでも全然食べれるので、はい、もちろんその汁物とかはもちろん持ってこないんですけども、もう食べられやすいものをあえて持ってっていうのがね、どうせやるんであればなんかこう、はい、はい、もういっぱい食べてください、はい、怖いね、好きなもの同じものずっと食べれるんですね、はい、人間ってね、ひたすらいけますね、あ、今年の4月から、そうそうそう、はい、うん、テーブルと椅子が変わりましたんで、え、このタイミングで、はい、あ、そうなんだ、はい、外から見てるんですよちょっとあの南国っぽくなりました、バリっぽくっていうか、おうおう、それをそこをイメージしたか分かんないですけど、うんうん、はい、が入りましたんで、居心地はすごくいいです。あ、長居できるんだね。長居できます、はい、デザートも充実してますんで逆に仲良いできる、はい、どんどんしていただけると、千葉なその子のハピスマアフタヌーン。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンは沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供、ほか各社の協力でお送りしてまいります。時間があれば、はい、本当に支障がなければ、はい、皆さん他の方々も時間に支障なければ、うん、後半私 の30分でもしもしアーモンっていうコーナーがあって、はい、もしも何々だったらっていうコーナーを出すんですよ、うんうん、それに参加します、はい、仕事話は置いといてっていう感じでもやったりしてるので、はい、かしこました、来てます、そうですね、ほっとしてます、はい、去年が伸びたんですよ、はい、進みますね、さっきちょっと設営しに行ったんですけど、これからまた行くんですけど、まあ暑くて凄まじかったですね今年は暑さとの勝負、そう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 、はい、うん、あれ出店料みたいなあります、ただ東祭りは近隣のところに比べば非常に安いです、うん、ありがたいですね、あの車求められるしね、はい、はい、市営だったら結構、千葉なその子のハピスマアフタヌーン。
りしております千葉なその子のハピスマアフタヌーン。先週の当選者発表してなかった、失礼いたしましたね。この昼ラジ毎回週替わりで素敵なランチ券を準備してるんですけども、先週は沖縄残波岬ロイヤルホテルのランチペア券でしたね。2組様、はい、お一人目様イ・ジェヒョンちゃんでございます。おめでとう。多分12月に沖縄来るんじゃないかな、ね、三重県からぶっ飛んでくるんだろうなと思って楽しみにしております。その時にぜひご利用ください。そして、ね、先週メールいただいたあいつです石垣島の金髪たこ焼き屋の彼ですね、彼が当選しております。おめでとうございます、ね、何度かメールいただいたけど初めてじゃないですかね。ぜひ石垣からすぐねちゃちゃっと来れますから遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。さあツイキャスコメント、 FM ギノワン復活いたしました、初見さん、翔さんいらっしゃいますね、はい、ありがとう。そして FM 小座は太郎介さん、のほんそのちゃん、グランメールの皆さん、お一人様こんにちはということで、娘の授業参加に行ってきましたとご連絡ありがとうございます。いいお父さんだね、授業参観行ってきたんだ、はい、ご苦労様でした。さあもうねこの FM 小座のツイキャスにも映っておりますゲストの方いらっしゃいます。早速自己紹介どうぞ。はい、こんにちは、沖縄グランメルリゾートレストラン担当梅田と申します。よ、梅田さん2回目この番組ね、はい、よろしくお願いいたします。先月だったのかな、先月ですね。先月か、はい、もう早いですね、もう1ヶ月経っちゃいました。もっと前だと思ってたな感じするんですけど、ね、たった1ヶ月しか経ってないの、はい、あらそうなんだね。梅田さんもいよいよ、はい、レギュラーになりましたね。このそうですねよろしくお願いいたしますすごいね、あの声が通るからいろんな情報を、ね、分かりやすくお届けできるんじゃないかなと思ってますので、はい、だんだんねリスナーからあだ名とかつきますからね、はい、ぜひよろしくお願いします。多分来てますね。なんて来てる、梅ちゃんって来てる、やっぱり梅ちゃん、はい、私も梅ちゃん梅ちゃんのイメージがつ、じゃあもう梅ちゃんで行きましょうか、はい、梅ちゃんで、はいね、よろしくお願いいたします。じゃあ今日梅ちゃんね、沖縄グランメールリゾートからお越しいただいているということで、はい、まあ、前回もいろいろ紹介はしていただいたんですが、そうですね、うん、改めてね、はい、このグランメールがどこにあるかっていうのもまず説明いただきましょうかね。はい、うん、沖縄市の阿波瀬の丘の上、うん、といえばもう大きく分かるね、可愛い建物が建ってますので、そう、あそこに目立つのあれしかないもんね。そうですねあの建物の 目印に来ていただければと思います。そうですね、はい、まあ、この FM 小座のスタジオから車で10分以内、10分以内です ね来れるような、はい、そういう場所なので、まあ、あのうちって県外のリスナーさんが多いんですよ、はい、なのでぜひ宿泊にもねご利用いただけると嬉しいなと、ありがとうございます、思いますので、はい、ナイチャーのリスナーの皆さんよろしくお願いします、はい、ナイチャーのって言ってる、普通に伝わるんですよね、ナイチャーに伝わるんですか伝わるんですよ、はい、グランメール覚えていてね、はい、よろしくお願いします、ね、ぜひよろしくお願いいたします、はい、さあそんなグランメールから今週もねリスナープレゼントいただいておりますドレスダイナー、はい、ね、すごく美味しいレストランなんですけども、はい、そちらの情報からいきます、どちらからいきましょうか、ぜひドレスダイナーの情報から、うん、はい、じゃあ、はい、お願いします。先ほど CM でも流れていたんですけども、はい、10月の30日と31日に、はい、ハロウィンパーティーを出ました行いますので、ちゃんと日付通りにやってくれるのね、やりますだいたい週末 ね29、30っていう話がよく聞くんですが、はい、なんですけど、うん、今年は30と31日2日間、はい、対応させていただいております。うん、どんな内容なんですか。はい、こちらですね、うん、ディナーが3500円でご案内させていただくんですが、はい、うん、通常の料理に、うん、大好きな、皆さんも大好きなサイコロステーキを加えまして、もちろんデザートはハロウィンバージョンになっております。うん、はい、うん、あ、見てて楽しいんだ。じゃあそうですよ、うわ、でうちのシェフがすごい美味しいロールケーキを作ってますね、うん、あ、美味しかった、あのね、美味しいよね。はい、私ね、ハロウィンバージョンの作ってます。そう、私別のものをいただいたんですけども、はい、あれめちゃくちゃやばかったですよ。一人で一本いけますね。いけますか？うん、あ、ありがとうございます。あのね、上品なの、甘さが。非常にその辺をこだわって作っておりますので、うん、多分クリームかなりいいの使ってるんじゃないですかあれ。使ってますね。本当に上品な、はい、あの生クリームがちょっと重いところって結構あるじゃないですか。はいはい、ありますね。ありますね。軽くて、はい、なんだけども上品な甘さで、あれは大人がもう一人でペロッといきますよ。ありがとうございます、はい、そんなパティシエがいるね、グランメールの、グランメールのハワイ、あ、ハロウィンのなんだ、ケーキ、ロールケーキ、ロールケーキが想像今してます、はい、必死にが
食べられます、うん、かぼちゃかな。かぼちゃです。やっぱりあのほっこりかぼちゃ、まんじろうかぼちゃっていうものを使ってるん。知ってます。知ってます、はい、甘みが非常に強いかぼちゃを使っているロールケーキを作りしまして、うん、もうヘロヘロ。これがのケーキのバフェの中にいるんだ。中にいます。ですので、いっぱい食べていただいて。めっちゃ生つばごっくんですね。まあもちろんサイコロステーキもね、沖縄の人は肉好きだから、はい、これはもう大好きなので皆様、あの、ね、実はリクエストも非常に多い。え、これもバイキングに並んでるわけですか。並んでます。え、じゃいくらでも食べ、はい、食べられる。はい、絶句ですね、はい、それで3500円でいいんですか。3500円。いつも の, あのたくさんのメニューも並んでて。そうです。もちろんあのドレスダイナーといえばカニでございます。ですよね。カニはもちろんございますあの私の頭の中すごいハテナマークが今飛んでるんですけども、ね、はい、そんなんで変な話元取れるのかな、頑張ってます。いやありがとう。でもこれはあれですよね、もうあの 利用する皆さんの味方でね、はいはい、あの食べていただける方の幸せを考えてってことでいいんですよね。最後でございます。あの最高、最肉にカニに、はい、デザートに、はい、で飲み放題も通常なんですがさらにですね、何、あの数量限定ではございますが、うん、あの今まで出したことないハロウィンっぽいドリンクをご用意しておりますので、これぜひ乞うご期待で。それはもう行かないとわからないです。行かないとわからないです。嘘でしょ。ただ数量も限定ですので、ぜひ早めに来ていただいた方がいいと思います。もう多分前半でなくなりますよね。かもしれないですね。ですよね。来てすぐそれ取っとかないと、はい、そうです。後悔するね。後悔します。いやなんだろう気になるノンアルコールでいいんですよね。それはアルコール入ってます。入ってる方入ってます。ちょっとシュワシュワっていう感じ。いやー、はい、もうなんかパーティーらしい、パーティーらしいものをご用意してますので、ね、今まで出したことはないです。あわあわ、ご提供したことはないなので、シュワシュワ、はい、ぜひご利用いただきまして、お楽しみいただければなと思ってます。これってちなみに仮装とか、はい、していいの。どうぞどうぞ。あのスタッフもしてますので。あ、皆さんやるんだ、はい、だ去年私も。何にやっ、去年何だったんですか。去年はドラキュラになりました。うわ似合いそう、細いからそう、あの去年は目をつぶって、うん、スタッフにも全部メイクをしていただいて、一番似合ってるって言われてます。でしょうね、はい、細身でね、はい、スラッとしてドラキュラ太ってる人には似合わないと思うのであそうなんだ、はい、じゃそれも楽しみですね。楽しみですね。ホテル全体としてもハロウィンもバージョンになってますので、うん、はい、いやじゃあ遠慮しなくていいんだ。ぜひ。もうだってハロウィンってどんだけ日本でこう市民権を置いてね、仮装は当然のごとくになりましたよね。なんでしてないのって言われるぐらいですよね。その日に歩いてるとね、はい、わあ、じゃあもうちょっとでもいいしね、もうがっつりでもいいので、がっつりでもいいので、もちろん仮装恥ずかしい方は普通にね、普通に来ても全然構わないということなので、全然構いませんので、ぜひこれあのハロウィンの日にあるっていうのがね、はい、嬉しいな。30日と31日この2日間やりますので、ぜひあのご利用の際はご予約いただければスマートかもしれませんので。これってなんか人数の制限ってあるんですか。特にないです。あ、もう入れるだけ、入れるだけ、もう頑張って頑張って頑張って入れます、はい、本当にパーリーだね、はい、パーリーピーポーが集まるわけですね、はい、うわ、それで美味しいご飯と、はい、自分の仮装を自慢できると、はい、最高ですね。最高ですね。はあ、これが3500円。お子さんの価格とかもあるんですか。はい、中学生が2500円、うん、小学生が1500円、はい、ちっちゃいお子様は無料でございますので、うん、はい、あ、いいですね。ぜひ家族ででもね、ちっちゃいお子さんの仮装とかもやってね、毎年、いるんだ。いらっしゃいます。かわいい感じで、はい、これはいいですね、はい、あ、家族で楽しめるね。そうですね、あの、うん、大人なっていうよりも家族で楽しめる雰囲気がございますので、うんうんうん、ぜひもワイワイ楽しくやっていただければと思いますので、はい、ね、ぜひこれは予約した方がいいと思います、はいはい、電話番号じゃあいただきましょうか。はい、うん、0989311585でございますので、はい、病院予約までよろしくお願いいたします、うん、はい、お願いします。まだねハロウィンの予定立ててないかな、ぜひ、まあ、月曜日とかもできるということなのでね、仕事終わりに行くのも、あ、いいですね。仕事終わりに急いで仮装して、はい、ぜひぜひ、なんかいいね、このなんかわさわさ感が、わさわさ感がいいと思うんですけど、ね、いいですね、はい、ぜひ皆さんご利用いただきたいなと思います、はい、ハロウィンパーティーね、ぜひよろしくお願いします、はい、さあそれ以外にもいっぱいありますね、いろんなこと。今日はですね、実は盛りだくさんでして、うん、はい、次ご案内させていただきたいのが、はい、あの和食シナというお店がございまして、はい、前回もあの寿司三昧をご紹介させていただいたんですけども、ね、うん、あの今月の17日から、はい、あの夜のメニューが変わりまして、ほう、
ちょっとご案内させていただきたいなと思ってます。はいはい、うん、はい、で大きくですねお店の中を3つの店舗に分けさせていただきまして、うん、3つに、はい、はい、寿司のカウンター、うん、天ぷらのカウンター、うん、あとはアラカルトが食べるテーブル席という形で大きく 3つの店舗に分けさせていただいております。はい、で、その中でもなかなかこう県内ではない天ぷらコーナー、はい、これがですね、うん、目の前で天ぷらの職人さんが一個ずつ揚げたものをその場で揚げたてをお召し上がりいただけます。もうなんか高級はい、じゃすごい高いのかっていうわけでもないのがグランメルのいいところでございますので。本当、はい、なんかほらもうカウンターで食べる天ぷらも東京とか江戸前のさ天ぷら屋さん行くと、はいはい、バカ高いじゃないですか。そうじゃないですか、ね、イメージそんな感じだと思うんですけども、うん、違うの？そうではないです。あ、本当、はい、そんなに爆弾的な金額ではない。いやいやいや、安くて爆弾かもしれないですけど。うわー、そうなんだ、はい、じゃあてこれは何、お寿司のみとか天ぷらのみとかっていう感じなんですか？そうですね、お寿司のカウンターはお寿司のみでございます。こちらは前目の前で職人が握りまして、ちょんと一貫一貫で、天ぷらは天ぷらだけなんですけども、それも天ぷらをもう一つ一つ、うん、この旬の食材を、旬の食材で、やっぱりもう天ぷらのメインはエビでございますので。ですよね、車エビも後ろの水槽で生きてますのでそのエビをその場で対応させていただきます。嘘でしょ、はい、っていうような内容のものがですね、うん、はい、絶対値段が結構高い。ですね、4,000円からご用意してます。マジで、はい、生きたエビを、はい、そのまますぐ揚げる状態でっていうのも含んだコース料理が4,000円と5,000円で2つご用意してますので、あ、そうなんだ、はい、4,000円のコースか5,000円のコースかという形でございますので、はい、あ、そうなんだ、はい、これまたあれでしょうね、大人な空間でしょうね。実はご夫婦ですよね、というご利用が非常に多くてですね、うん、で、飲み物も、うん、もちろん和食ですので日本酒は合うんですが、うん、実はスパークリングワイン出ました、シャンパンとかワインとかっていう形の方が、うん、最近多いですね。多くなりましたね、はいはい、なんか日本酒をワインで飲むな、あ、ワイングラスで飲んだりとか ね、まさしくそういう感じの、いいですね、飲み方をされるお客様のご利用が非常に多いですね。これって期間限定なんですか？いやいや、もうずっとずっとこれでおります。はい、デートに持ってこいじゃないですか。持ってこいですね。ねえ、雰囲気も非常に、はあ、なんかあえてさ、クリスマスにここに行くとかかっこいいかもね。かっこいいですね。めっちゃ大人みたいな、こんなところにエスコートされた時にはね、何これって感じですよね。はい、そういった使い方でぜひ使える空間を寿司コーナーと天ぷらコーナーご用意しております。でも席は限られてますよね。そうそう、ともに10席しかないので。ですよね。1日10名様限定かなと思ってしまいますので、うんうんうん、ぜひご予約をいただきたいですですね、はい、誕生日とかそういう特別な時こ そうです、ね、記念日でのご利用が非常に多いので、先日のお客様も結婚記念日でございます、うん、いやー、もうなんで結婚記念日するんだろう私6月なんだよなみたいな。でも6月までやってたらいいのみたいな、ね、いや、もうやっておりますので。あ、そうなんだ、はい、じゃあそういう風に変わって、はい、まあ、それぞれそれのこう美味しいものを特化してちゃんとねサービスしていただけると、ね、はい、うん、もちろんアラカルトもね。そうですね、アラカルトがご利用いただけますテーブルの席、うん、これはもうご家族であったりとか、うん、ちょっと親戚集まって大きく青年はやりたいなとかっていうご利用のお客様が非常に多いんですけども、うん、そこでやっぱり一番の人気がですね、何、ちょっと時期的にまだ今年非常に暑いので、まあ暑いっちゃ暑い、なかなかおすすめしづらいんですけども、うん、お鍋なんですよ。来ました、もう私食べましたよ、お鍋クーラーの中で。あ、クーラーの中で沖縄っぽいですね。ね、ですよね、はい、お鍋ってどんなものを、はい、はい、ちょうど今日実際にメニューを持ってきました。そうなんですよね、こんな感じで見えますでしょうか。もうやばい、この写真見てるだけで満足ですよね、はい、お腹すくね。でですね、やばいな、名物鍋というものを2種類ご用意させていただきまして、はい、うん、山鍋と海鍋という形で、山と海、山と海と、ほい、はい、うん、山はですね、うん、アグーと、はい、あとは元部牛、はい、この豚と牛の盛り合わせたものをメインで食べていただきまして、うん、この顎の下からよだれが、唾がジュッと出てくる、はい、うん、やばいね。で、海鍋に関しましては県産の伊勢海老、県産の伊勢海老使うんですか。はい、あとはズワイガニ、あとは県産の白身の魚、はい、等ですね、海の幸をたっぷり、うん、
召し上がりいただきます。なんかすっごいいい出汁出そう。はい。でそれぞれのその具材をですね、うん、今ちょうどこっちでも書いてあるんですけど、はい、この3つの、そうなんですよ、こっちかな、これが独特ですね、はい、3つのお出汁で食べられるっていうのが今回の非常に特徴でございます、うん、はい、でその3つの出汁がですね、うん、柚子豆乳、柚子豆乳、はい、あとキムチ、はい、とウニカツオでございます。ハッサビオデージになってる、はい、でウニカツオ、はい、特におすすめがウニカツオでございまして、でしょうね、はい、和食の料理長が、うん、研究に研究を重ね、濃厚なやっぱり濃厚なスープをぜひ作りたいっていうところからですね、いろいろ試行錯誤しながらウニに行き着いたっていうところなんですけども、うわ贅沢よ、はい、贅沢、え、これは海でも山でも大丈夫、同じスープなんですけども、特に相性抜群なのが意外と元部牛とウニがめちゃめちゃ合います。なんかもう贅沢の極みじゃないですか、はい、めちゃめちゃ美味しいですね。あーでももうその私ちょっと写真をね先ほど見せてもらったんですけども、はいはい、器も独特でね、そうですね、うん、すごく綺麗に3つに分かれてるお鍋を特別にご用意させていただきまして、うん、なんか見てても楽しいんですよ、このね、このソースなんだろうって、そうですね、そこだけでも十分楽しいんですよね、はい、色も3色に綺麗に分かれてますので、うん、分かれてて、はい、でちゃんとねどれをつけてもいいようにバランスが取られてるわけなんですよね、はいはい、すごい、でもホテル価格でしょって言いたいところなんですけども、こちらもですね、うん、先ほどの天ぷら寿司に続きまして、うん、2,3 人前でご用意させていただいてるんですけども、はいはい、5,980 円で1人 2,3 人前1台ですね、ええ、あそうなんだ、はい、ですので3人で割るとだいたい1人 2,000 円ぐらいで食べれるかなというところでございますので、ありがとうございます、はい、これ全然リーズナブル、リーズナブルですですね、はい、ほらお鍋ってやっぱこれからの季節いろんなね居酒屋さんであったり、ね、ホテルであったりでも出てくるんですが、それなりの価格があって、うん、そうですね、でおよそタレ、はい、このポン酢かごまだれみたいな、うんうん、家でも食べれる、はい、お出汁家では食べれないっていうのをもう大前提で作らせていただきまして、うん、だから非常に高いかって言ったらそうではないっていうところで、はあ、ちょっと頭抱えながら作って、はあ、たんですけども、うん、これはすごいと思います。今年これで勝負しようかなと。はい、はい、いやいいですね、寒い時にね、はい、この熱々のお鍋をいただく。最高ですね。いいですね、はい、もうそれも海か山選べるという、はい。そうですね、もう分かりやすく2種類にしましたので、ね、うん、はい、これをちょっとぜひこの冬に関しましては、ね、ぜひご利用いただきたいなと思ってます。大人数で行ってさ、海と山両方あってもいいかもね。非常にそのパターンが多いです。やっぱり、はい、1種類ずつちょうだいっていうところ。そういう食べ方したいね、うん、もうそろそろね、こう年末年始ちょっと忘年会シーズンとかがやってくるので、はい、これをちょっとね、その振りを待ってました。やっぱり忘年会プランというものをご用意しておりまして、うん、この鍋を中心な忘年会プランを作っておりますので。あ、そうなんだ、はい、はい、じゃちょっとそれ以外にもちょこちょこついてきて。そうですね、飲み放題がついて、うん、あるんだ。あります。え、これは何名からとかあるんですか、忘年会。2名様から。え、2名からでもできるの、はい、2名様からの設定をさせていただきまして、はい、もうそろそろホームページとかで公開させていただきますので、いち早く今お話はしてますけど、ね、グランメールのね、はい、ホームページのデザイン性すごいですね。話飛ぶけど、 ありがとうございます私基本ね、はい、食い物しか見ないんですよ、はいはいはい、レストラン、まあ、この仕事柄ね、はい、すごいね、写真の素材の扱い方がいい。ありがとうございます。見てて食べたくなるんですよ。行きたくなるっていうんですか、分かりやすくて、はい、うちのマーケティングが頑張ってますんで、うん、ということはこれも上がるわけですね、このお鍋も、はい、海山、はい、忘年会プラン、はい、これ見ないと、はい、もうこれ以上私が説明したって見た方が早いかもしれないねどんなに美味しいもの食べたってね、人の味覚ってね、まず目でね、そうですね、まず目から、そうなんですよね、きますので、私がいくらこれこうやって美味しいよって言ったって想像でしかないので、はい、聞くと、まず目で見て自分のね、こう視覚でこうなんだろうなって想像する楽しみ、はい、それが第一歩ですからね、はい、ホームページもぜひ見てほしいですね、はい、うん、ああもうデートに使いたいとか書かれてる、そうだろうなそうだろうな、ぜひお待ちしてますね、大人なデートを楽しむ、大人なデート、いいですね、はい、和食もかなり、じゃあこういう、ま、メニューというか中身が、3ブロックに分かれる感じで。そうですね、3ブロックに分かれましたので、目的に合わせて、ね、目的別で、はい、うん、
対応させていただきます、はい、今目を閉じたらあそこら辺なんだろうなとか想像してますけどもね、ぜひご利用ください、はい、もう食べ物の話でなんかねお腹空きすぎてるんだけどまだまだ続くんでしょ。続きます。何があるの次。次はですね、うん、クリスマス出ました。もうこの時期は絶対ホテルはそうです ね, ねちょっと遅いかなっていうところもあるんですけども、うん、私どもも毎年恒例のクリスマスケーキの出ましたご案内をさせていただきたいかなと思っております、はい、うん、もうこのケーキさ、はい、悩むんですよ。そうですよね、うん、家族で今どこでも売ってますし大きさもまちまちいろんなバリエーションもありますので。そうなんですよ。だからね、いろんなところのチラシをもらうんですけども家族でね決めて、はいはい、まあ、2,3 種類私は食べ過ぎだろって言われるんでしょうけども注文するんですけどもね、うん、グランメールはどんなケーキなんですか。今年はですね、うん、ブッシュドノエルという、はい、クリスマスといえばっていう。そうですね、そうですね、うん、ロールケーキを、はい、うちのパティシエが作りまして。何色なんていうんですか茶色です、ね、茶色、はい、あそっち系の味のね。そうですね、うんうん、チョコレート系の味のものをお作りします。はい、で、まあ、グランメールといえばというところでございますが、うん、去年もやりまして大好評でありました、うん、それにローストチキンですね。いややだ、チキンがつきます。クリスマスセットじゃん。そうです、クリスマスセットです。甘いのと辛いのね。そうですね、これ多分両方とも皆様ご購入いただけるんですよね。うん、絶対買います。うちではもうセットにして、うん、ホテルチキンとホテルケーキをセットでして販売しましょうと。ねえ、でこれが高ければ、うん、またどこまでもやってるかなと思っておりますが、うんうんうん、グランメールでございますので。何また、はい、びっくり価格。びっくり価格の3000円で。嘘、え、これケーキだけではないですよ、チキンもついてです。え、ケーキどんな大きさなんですか。ケーキはもう普通の普通のこれぐらい、いつも、まあ、いつものブッシュドノエルサイズ。そうです、よく見る。そうです、チキンも丸々1羽です。え、嘘でしょ、はい、あ、そうです、そうです、足付きの月のまん丸、まん丸です。丸鶏のローストを1匹分1羽分1羽分ですね。嘘、はい、え、これセットで、セットで3000円でございます。これ税込みでございます。え、嘘でしょ、はい、一人何セット頼んでもいいの。大丈夫です。なんか大きなパーティーやるときこれを買った方が得だよね。だいぶ変な話ね。だいぶ得だと思います。自分でチキン丸焼き作るより絶対楽だもんね。全然楽だと思います。でホテルのシェフが作ってんだよね。はい、味は保証間違いないよね。はい、準備でございます。私予約するわ、はい、ありがとうございます。間違いないわこれ。間違いないでしょ。でこれもですね、まだホームページ等に載せてなくてですね、うん、今一応早くご案内はしてるんですけども11月1日間の販売予定で随時アップはしていきますので、はい、ぜひホームページ等で、はい、店頭ではフライヤーもご用意させていただきますので、はい、ご確認いただければと思います。これは予約をして、そうですね、いつ受け取りみたいな感じになるの、はい、12月の23、24、25の3日間が受け取り期間という形で対応させていただきますので、うん、はい、事前にご予約をいただきましての対応させていただきます。わ、はい、かりました、はい、私も今予約した。ありがとうございます。あ、これは安いね。安いですね。はー、23、4、5で受け取り可能。可能です。じゃあ、あれだね、3日間楽しめるうち1日はグランメールデーみたいなね、はい、感じになるわけですね。はい、その3日間はクリスマスディナーもやっておりますのでそれをまた来月また、はい、ね、それを紹介していただくと、はい、そう、やっぱりびっくりする AKB ファンさん、丸ごと1匹、おーだって。そうなんですよ、丸ごと1匹ない。私てっきりね、レッグが2本ぐらいついてると思ってた。はい、丸ごとつくんだ。丸ごとですね。ありがたい。やっぱりクリスマスはやっぱり丸ごとのチキンですね。ね、見た目ね。見た目。やっぱりテーブルにこう一匹こう丸ごといるだけで、そうですね。あ、お母さん頑張ったんだなって。そうですね。そういうふうに言っていただけるようにね、私が作ったふりして出すという、ね。ひどい目つぶ。あ、でもいいですね。はい、ぜひじゃあ11月1日からの販売開始。はい、となりますので、はい、要チェックでございます。よろしくお願いいたします。さあ、それ以外も何かありますか。はい、あとですね、うん、明日29日と30日、はい、先ほどもご案内してがありました、うん、東武祭りが行います。ね、でそこでですね、うん、去年も参加させていただいたんですけども、うん、私どものドレスダイナーがですねだからよ出張という形で、ね、屋台をやってましたね、はい、ブースありましたね。出しまして、うん、引き続き今年も出店させていただきます。はい、はい、去年のイメージ変えなかったという私イメージがすごくあって、申し訳ございませんでした。それはなぜかというならば、通路を埋め尽くすほどの人だかりだったからです。そうなんですよ、実はですね去年いろいろなお客様から関係者からお叱りもいただきまして、うん、お前たちちょっとやりすぎだぞという。だってめちゃくちゃ並んでたもん。はい、
ね、ちょっとすごかったですね。去年どんな感じで出してたんですか、私ありつけなかったので。イメージはですね、うん、あのドレスダイナーのランチバイキングを、うん、あのそのまま持ってったと。え、バイキングを。はい、あの屋台なんだけどバイキングをさせていただきました。え、こうやって売り物がもうセットされてるわけじゃなくて。じゃなくてですね、バイキングって自分で掴むってやつですね。そうです、去年は詰め放題という形のだっただった、はい、あの容器をあのお渡しさせていただきましてでそれでお客様がお好みのものを詰め放題でしていただくと。ありえなかったね、そういえばね。すごいピラミッドの方もいっぱいいらっしゃいましたね。いましたね。だってあのバイキングだから価格はもう一律ですもんね。そうですね、どんだけ取ったって。どんだけ取ってもいくらだったんですか、去年。去年は500円から。うん、あ、それはもうやりすぎですよ。ちょっとですね、勢いがありすぎちゃいまして追いつかなかったんじゃないですか。追いつかなかったんですよ、実は。でしょう、私どもとしてもちょっとやりすぎたなって反省もありますので、うん、今年はですね、ちょっと内容もちょっとブラッシュアップしまして、はい、はい、やっぱちょっと変えてきました。ただバイキングはやりますえ、そのスタイルは変えないの。そこはあのドレスダイナーでございますので、うわ、そこはあえてあの変えずにやらさせていただきますので。マジか。明日明後日ぜひ乞うご期待で。はい、はい、まあ、またこの週末天気もいいから、はい、ねえ、東武祭りたくさんの人が。そうですね、今年は、うん、もっともっといっぱい来るんじゃないかなと思いますし、はい、じゃあもうあのこの、ね、飲食ブースを見ていただいて、はい、ドレスダイナーグランメール多分まあ上りとかね、はい、上がりますから す、はい、すぐ分かると思うんですよ、はい、で絶対に今年も人だかりになると思います。だから早めにね、早めに並んだ方がいいかな。並んでいただけるあの他の屋台とはちょっと違うんですよね。違うところをあの作ろうとしてます。やっぱりね、はい、およそね、焼きそばとかそういう、そうですね、あのね、はい、もちろん焼きそばだなんだっていうのは、うん、もちろんできるんですけども、私どものやっぱ特徴としまして、うん、お客様やっぱりバイキングだろうという声を、うん、実は去年いただいたところが一番のきっかけでして、うん、でバイキングやってみるかというところでやってみたらちょっとやりすぎてしまいましたのでちょっと整理整頓しながら今年はさせていただきますのですごい、でもいいよいいよありがたいよ、はい、そう言っていただけると、はい、ありがとうございます。なんかもうお祭りって言ったら決まったメニューを大体食べるのがね、およそ分かっていながら買ってるんだけども、はい、やっぱりホテルメイドのね、ちょっと変わったものも、はい、実際にその場でシェフが作りますので、もうすごい、それがやっぱり他社とは違いますね。そうなんだよね、はい、そうでしたね、はい、じゅうじゅうやりながらその場で作りますのでどんだけこだわるのっていうぐらいですね。やっぱホテルだからね、はい、それぐらいしっかりやってると、はい、いうことで、本物が祭りで食べれると。そうですね、ルドルフさん、東武祭りも出店だそうですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。ないですよね、普通ね。なかなかバイキングは聞かないですよね。聞かないですよね、はい、これはちょっとプチプチバイキング、プチグランメールみたいな。プチグランメールです。そうですねはい、その後はぜひディナーにっていう形の、ね、そうね、はい、もうこの味を覚えていただいて、これを食べるにはそこに行けばいいみたいなね、はい、そうですなってくれれば一番ありがたいなと、はい、はい、思います。まあ、あとも地元でやりますので。そうね、還元も含めて、うん、あ、一番のところがありますので、うん、そこはもう皆さんに楽しんでいただいて、地元だからってもありがたいね本当に。皆さん行かないとどうするよこれ、はい、東武祭りぜひお待ちしてます ね、よろしくお願いします、はい、FM 小座もね、放送ブースがあるようなので、はい、見に来ながらね、グランメールを食べると、はい、食すと、食すといい感じでしょうか。いい感じです、はい、はい、ありがとうございます。皆さん、お時間まだあるんですか。はい、大丈夫ですよ。じゃあもう最後までいます。はい、はい、じゃあ一旦 CM を挟んで、後半戦、もしもしやもテーマ言ってなかったな私な。今日のもしもしやもね、もしも不思議な能力を身につけるのができるなら何をつけますかという感じで、不思議な能力、今投げたから回答少ないかもしれないけれど、じゃあ梅田さんのね、不思議な能力何が欲しいか、 CM の後にお伺いしたいと思います。
立花園子のハピスマアフタヌーン。梅ちゃん、はい、残ってるね、はい、もう梅ちゃんも1時間コースに決まりましたね。喋れるから。梅ちゃん、はい、なんか面白い提案いただきましたね。あ、そうなんですよ。ちょっと先ほど言い忘れたんですけども、うん、ね、ぜひですね、うん、次回からですね、うん、このグランメールの放送内で、はい、ご試食をうりひゃいただきたいなと。 誰が？ぜひぜひ千葉のその子と、お二人で、梅ちゃんも食べましょうね。皆さん、千葉のその子もスタッフも、はい、食べてもらって感想を伝えると。そうです。やった。これが多分一番伝わるんではないかなと思っておりますので、うん、その時その時の。いいんですか？いいです。マジですか？何かしらこうお持ちさせていただきまして、はい、食べながら、はい、もう私このほら起きてから寝る前食べることしか考えてない千葉のその子なんで、はいはい、こんな適色ないと思います、はい、なので適任です、ぜひ生の声が伝わるかなと思いまして、うん、でも辛口だよ。え、ぜひぜひぜひ。いい？辛口でいただいて構いませんので、はい、やったー。じゃあ来月からちょっと面白いコーナーみたいにしましょうかね。あ、ぜひその方がね、はい、試食コーナーみたいな、ちょっと名前も考えて BGM も変えますね。じゃあね、ありがとうございます。ちょっと盛り上げていきましょうかね。ありがとうございます。でも楽しみですね、やっぱり話聞くのとまた食べるのとではちょっとね違いますもんね。そうですね、やっぱり実際に食べないと、うん、この生の、うん、聞こえないじゃないですか、ね、はい、本当。でも美味しいんだよ、はい、間違いなく美味しいのは間違いないんですけども間違いなくうまいんだよな、はい、楽しみ。もうちょっと細かいところまで ね、 ね、伝わればいいかなと思っております。じゃあよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。さあ、メッセージがじゃんじゃか来てるんですよ。紹介しとこうね、はい、今のうち走るように紹介しましょう。まず名護のジェームスさんから来てます。ジェームス元気か？はい。千葉さん、こんにちは。名護人、名護んちのジェームスでござるよ。今日も花金のラジオですが、お疲れ様です。今日は県外からの投稿、あら、ユーストリーム視聴してますと。パワフルな千葉さんを見て元気もらえます。千葉さん、名古屋のドリカムコンサート会場で待ってるから、後からプライベートジェットで来てねと。あ、ドリカムに行ってんだ。いいはず。帰ってきたらうちなんちゅかヤマトンチュかにか、え、うちなんちゅからヤマトンチュに変わっているはずと。絶対ない。見た目うちなんちゅですからね。ありがとうございます。住所もちゃんと書いてくださってます。リスナープレゼントね、はい、ご希望ということでありがとうございます。そして先週も当たってる石垣島の金髪やたこ焼き屋さんね、金髪の、今週も聞いてますよ。あ、見てますということで、当たるといいね、リスナープレゼント。さあ、そしてタラスケさん、茨城のタラスケさんね、のほんそのちゃん、グランメールスタッフの梅ちゃん、こんにちはと。今日は娘の授業参観へ行ってきました。タロスケです。リスナープレゼント応募します。当たりますようにということで、12月にまた沖縄来ると思うのでね、その時に使えるといいですね。はい。そしてこれは、あ、はい、不思議な能力に答えていただきました、石垣の金髪たこ焼き屋さん、ね、もしも不思議な能力が使えるなら、やっぱり透明人間になりたい。あんなことやこんなことに自由自在に入れるからねと。まあ、変なことに使わないでほしいですね。いみちゃんさんからも来てます。今日のもしもしやも、もしも不思議な能力がつくなら、おじさんは霊能かなって、霊能者になるってこと？あちらのお方と話をしたり、成仏できないこちらで迷子になってるお方を行くべきところに送り出せるような能力が欲しいなと。沖縄は迷子になってるお方が多そうだし、うん、これは本当に欲しいと思ってる能力ですねと。あ、かつての暴れん坊のお坊さん、織田無道のように商売にしたりとか、スポーツカー乗り回したりはしませんよって。そりゃそうだ。霊能力ね、うん、あ、そしてムーネ先生からも来てますね。昨日日帰りで成田に行ってきましたと、うん、成田空港から動かず、ずっと第一ターミナルにいました。なぜに？周りが旅行しているのを見ると羨ましくなってしまいましたと。不思議な能力が身につくなら、ワープできたらいいな。行きたいところにすっ飛んでまた戻ってくる、そんな能力欲しいですということで、メッセージちゃちゃちゃっと紹介させていただきましたけども、さあ、梅ちゃんはどんな能力欲しいかい？不思議な能力ですよね、うん、これはですね、今ちょっとずっと考えてたんですけども、うん、思いつきました。何？ぜひ今ちょっとすごく頑張っている、うん、広島カープは広島カープにぜひ優勝していただきたいなと、うん、え？
それを念ずれば優勝する能力みたいな。そうそうそう。へえー、あ、やっぱり仕事人だね。いやいやいや。好きなの広島カープ。好きになりましたね。あ、やっぱり関わるうちに。はい、関わるうちに。うん、黒田さん全然ね広島じゃなかったんですけども。もともと広島出身でもないですよね。全く東京出身なので、ですよね、巨人だったんですけども。おう、なんかこう身近な存在で気になるように見ていっていくと、うん、広島カープ頑張ってほしいなーっていうのはどっかで応援してるみたいな。はー、なんか鏡だね、ビジネスマンの。いやいや、でですね、うん、ちょうど今広島カープが頑張ってるっていうところで、うん、その今うちレストランでですね、はい、あの広島応援セールというのをやっておりまして、はい、うん、今ランチがなんて1200円でご案内してるんですよ。びっくりだよな、はい、今あの継続中なんですけども、うん、今あの日本シリーズ、うん、昨日負けてしまいましたので。そうなんですよね、2勝3敗ね。で逆に王手がかけられてしまって、うん、広島に帰ってくると、うん、あと残り2連勝すれば、はい、32年ぶりの優勝というふうになった暁には、うん、まさかの企画をしていまして、ぜひそれをやりたいなと思っておりますので。じゃあ念じれば、まあね、優勝するであろうと。もう沖縄市民県民の皆さん全部じゃあ広島応援で ね、 そ、 うですね、それは多分もう、何かすごいグラメール面白いことやってくれるとというところに行き着きたいなと思ってますので、ね、還元してくれるんじゃないかという期待を持って、ね、還元ですね、はい。マジですか。マジなんですよ、ま、なので今ちょっとドキドキしていまして。あ、はい、すっごい視聴率みたいです ね、 そうですね、今ね日本シリーズは、はい、私野球苦手だけど見ますよ、やっぱり。あとすごい試合してますね。いい試合してるんです よ、 いいですよ。見応えがある。見応えありますよね。あの昔のプロ野球見てるみたい、はいはい、今もメジャーに大体みんな行って、はい、なんかこう、はい、あまり日本の野球どうだろうと思ってたんだけど、久しぶりにこのなんだろう、ワクワクする野球を見せてもらってる。最後の最後までなんかあるじゃないですか、うん、そう、わかんないの。昨日とかもすごいすごいっすよ、打ててないやつが突然 ね、 ね、満塁ホームランなので、そういったところも含めてこう毎日ドキドキしながらそのスタッフとも話してるんですけども、うんうんうん、不思議な力ではわーっとね、ぜひ優勝していただきたいですよね。そうするとまた来年のキャンプも盛り上がりますし。そうだね、キャンプともやっぱりお付き合いはありますので、沖縄市も盛り上がるしね。もう非常に盛り上がると思いますね。絶対盛り上がるよね。絶対盛り上がらないといけないと思いますので、うん、優勝してほしいですそっか、そういう素直なね、あの能力を求めたわけですね、はい、うん、私はね、あれですね、あのどんだけ食べても太らない能力いいですねどんだけ食べて ど、 んだけ食べても、ね、太らない、どんなに食べても。そんな能力あったら私ね、1日 5、6食ぐらい食べますねあれも食べこれも食べてますね。そう、あのね、朝ごはんホテル、ブランチもホテル、ランチもホテル、おやつもホテル、夜はお家みたいなね。あ、やりたい ね、 いいね、とにかく食べ歩いて、食べ歩きいいですね。それでももう太らないの、最高な能力だと思うんですけど ね、 いいね。誰か開発してくれないかなそしたらグランメールもね、死ぬほど食べれる、はい、死ぬほど食べ放題でございますね。カニね、はい、天ぷらもね、天ぷらも、はい、お酒も飲みながら、飲みながら最高でしょうね、はい、最高ですね。本当いいね、カウンターで天ぷらとお酒をこうたしなむっていう感覚かな。そうですね、あの時間にこうせかせかしてないというか、ね、えそこだけもう正直空間が違いますので、うん、各カウンターの空間が、そうだよね、はい、バイキングとかももちろんいいんだけど、それはあの使い方だと思いますので、ね、はい、あのゆっくりとこう食事を楽しむ空間っていうのがあるわけですよ、はい、その中にね、うん、それをもうぜひ皆さん沖縄の方々もご利用いただいてね、あの贅沢なご褒美な時間をちょっと、まあ、数ヶ月に一遍でもいいからねやるっていうのが私はちょっとおすすめしたいなと思っております。さあ梅ちゃんもう1分しかない、はい、どうでした、1時間結局今日もまた早かったですね。あっという間だったね。あっという間だったですね。もう1時間コースでね、梅ちゃんもね、はい、かしこまりました。まあ来月はまたスタッフも何人かも混ぜながら、そうですね、できるぜひあの、はい、強制的に出しましょうね。そうですね、外にいる2人をね、はいという感じでお送りしてきました。はい、今日は改めてゲストの方はこの方でした。はい、沖縄グランメルリゾート梅田でございます。はい、ありがとうございました。さあ、千葉のその子のハピスマアフタヌーン。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンは沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供、他各社の協力でお送りいたしました。それでは千葉のそのことはまた来週お会いしたいと、あ、ごめん、来週番組私お休みとなります、すいません、再来週お会いしたいと思います。皆さんじゃあまた来週って、はい、チャオでいきましょうね、はい、チャオですよ。それではまた再来週お会いいたしましょう。チャオ。